この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイちゃんペロッと、すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人なるせここみ&ガチスポで久々勝ち抜いた矢部あや。今回の対戦機種はミドルスペックの CR 戦国恋姫。総勢48名の恋姫たちが活躍する萌え系パチンコ機だ。ルールはいつも通りシンプルに最終出玉数で多い方が勝利となる。そして魚拓の頑張り次第では畑のゆいちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ、ご期待あれ。畑のゆいちゃんは中国台湾でも絶大な人気のムフフ女優。前回までの勝負はというと、熱いリーチを外しまくる魚拓と何も起こらない成瀬に対しゲストの畑のちゃんが孤軍奮闘。俺と成瀬は一つも当たんねえのにな、おかしいな、ちくしょう。おーっと、なんだなんだなんだ、めっちゃ損したぞ、ようやっと来たぞ。おーおー、これ聞いた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 、熱い、隣のおじさん熱いよ。さあこれは来たんじゃねえか、タイトルロングが、なんだ、いや、なんだ、どうしたなんだなんだ、あ、これは当たったわ、だって雰囲気がわかるわ。あー来た、ソーちゃんの保留だった。あーでもさすがに俺の嫁も何も関係ねえよ。3人中一番弱い位置です。大丈夫絶対だよ。ええか、ほら俺の目来るよ。関係ない、嫁がどうこう関係ないよ。関係ないよ。全然当たれそうにもないやつだった。だから弱いって言ったっすから。八つ当たりやめてください。来てませんけど、八つ当たりやめてください。本当にバックシェイク飲みたい。イライラしてる。打たないで当たらないですよ。人のことはさておき、あまりにも何も起こらない成瀬。助っ人矢部も気まずいのか一生懸命気を使う。